ギタリストの西山です。先日からアコギの方で西山孝之のギター連フレーズっていうのをやり始めまして、まあその僕が一つフレーズを提示したのを皆さんが各個人練習していただいて、でそれを、今日ここまでできましたとか、こんだけ頑張りましたっていう成果を動画に撮っていただいて、でまあそれをアップすると。でそうするといろんな人がこうね、その動画を見えたりするので、お互いモチベーションが上がったりとか、あ、俺もやってみようとか、動画撮ってみようみたいなこうね、そういう周りにもね、影響があるので、どんどんやってほしいなと思っている企画です。その企画は、アコギの方で最初やったんですけど、エレキもやってくれっていう話をいただいたので、まあ、じゃあ、アコギと両、ね、エレキも両方で同時進行でやってみようかなということで、今日はエレキを持っています。エレキは、もともと僕はハードロックとか、16分のリズムのカッティングとかが大好きなので、まあ、そういうスタイルにどうしても寄ってしまうんですけれども、そっちのスタイルもね、好きな方がいたら、一緒に遊んでいただければと思います。なので、ずっと見ててもジャズフレーズとか、最近のこう、なんかね、おしゃれなフレーズっていうのは出てこない可能性はあるんですけれども、その90年代、80年代の、ハードロック系が好きな方はお付き合いいただければ嬉しいなと思います。ではですね、今日紹介したいフレーズは、やっぱり、まあ最初はね、リズム、いきなりリードって言うと難しいと思うので、リズムの練習の方がいいかなと思います。で、結構、まあハードロック系だったら、ブリッジミュートを使った、まあ8ビートのリズムの、刻みと言われるようなスタイルですけども、それの方がいいかなと思って選びました。で、この、まあブリッジミュートをして、バッキングを弾くスタイルですけども、ビフォーアフター、要は普通のバージョンと、ちょい、アレンジしたっていうか、その要はフレーズを、プラスしたバージョンと2つ弾くので、両方練習してほしいなと思います。では、こういうフレーズです。行ってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォで、少しフレーズを変更したバージョンいきます。1、2、3、4。はい、というような形で、コードから次のコードへ移る瞬間、そのギリギリの手前のところで、ダダっていう細かいフレーズが入っているということになります。まあ、これを入れることによって、スピード感、かなりスピード感のあるフレーズに変わりますし、非常にね、ドラムとの相性も良ければかっこいいフレーズに生まれ変わると思います。で、このフレーズとしては、一つポイントがあって、まあ、必ずその楽譜通りの、例えば、最初の G コードから、C 音 B コード、ここに移るときに、5弦2フレットを入れて、で弾いてるんですけれども、5弦2フレットじゃなきゃいけないっていうことでもないんです。どういうことかというと、5弦の開放弦音を鳴らして、C 音 B コードに落ち着くっていうのもありです。こういう感じですけども。はい。まあ、よく聞くパターンでもあると思います。これは、ロックギターに関しては、下手するとこっちの5弦開放弦音を使った方が、非常にかっこいい、スリリングな感じがよりしてかっこいい。っていう、考えもあったりします。下手するとめちゃめちゃかっこよくなる可能性もあります。でも曲によっては、ちゃんとね、5弦2フレットを弾いて、って弾いた方がかっこいい時もあるので、これはもうセンスとか、自分がこっちだって決めた、もう、オケラインをこれだって決めて揺るがないみたいな、そういう気持ちが大切だったりするので、どっちで演奏するかっていうのはその曲だったりとか、バンドの中で決めていただければいいなと思うんですけど、練習としては両方できた方がいいので、5弦の開放弦音、この、それはどこでも一緒。みたいな形で、5弦の開放弦音をうまく使うことによって、まあ、運指もちょっと楽になるし、サウンドとしてもそっちの方がいいよって場合もあるので、両方練習してほしいなと思います。まあ、8ビートの、ミュート、ブリッジミュートでのバッキング、僕も大好きな、サウンドの一つなので、ぜひ練習してみてください。では動画アップお待ちしてます。